右の北村登板です。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは東第9、ストライク、初球ストライクから第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げた、アウトロー、ボール。次は4球目投げた、インコース低めいっぱい、見逃し。右の北村マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、トップバッターはアズマ、第9、投げました、内角際どい球、ボール。投げました、ストライク。投げた、ボール、外角低め。さあ4球目、インコース引っ張った、ヒット、ライト前ヒットになった。東一塁回って二塁へ、東ツーベースヒット、選手先制の。右の北村マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは第9、まっすぐに送ってストライク、いきなり158キロ。第2球、投げた、カーブ見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、高めボール球打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。江原軽快な守備を見せました。これでワンアウト、右の北村登板です。期待しましょう、注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターはアズマ、第9、投げた、初球見送ってストライク、いきなり160キロ。1球目ストライクから投げました、インコース見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、もう。第4球を投げました、外角高め際どい球、ボール。第5球投げました、内角低めいっぱい、見逃し。右の北村マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはアズ、第9、投げた、決まった、ストライク、まずは決めてきました。第2球、投げた、スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、外れた、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、レフト前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。